桜井勤から1931年10月12日は、明治時代の行政官、日本の天気予報の創始者とされる。伊豆市の聖家と伊豆市藩の十藩、桜井関門の長男として、伊豆市長域に生まれた。1850年に、藩校の行動館に入門。その後、堀田政権、吉野勤良、土井郷柄の学者に学び、教養を深めた。 1870年に伊豆市藩大参事となる。翌年には伊豆市県県大参事となり、伊豆市県廃止後は松山県県大参事となる。明治新政府では内部に携わった。1873年に蘇税ゴンスケに就任。1875年頃から全国の気象測候所の創設を働きかけ気象、観測網の基礎を築いた。 1878年、内務省地理局長に就任。その後、1879年に内務省三輪局長。1881年に内務大書機関となった。1887年1月、特大寺左熱根不在の折に、宮内庁より家族局長官代理に任命される。1889年に徳島県知事に就任。 1894年に衆議院選挙に兵庫県第9選挙区から立候補して当選。1896年から山梨県知事、1897年から台湾新築県知事となった。1901年に内務省神社局長となり、1902年に退官した。1907年6月22日、近急官司公に任じられた。 退官後は、伊豆市に戻り、1922年に、候補田島校を表して、田島の郷土試験級の基礎を築いたほか、教育振興などに努めた。内閣官報局発行の旧官報等に見える、事例等では、桜井ではなく、桜井と名字表記されている。気象台の設置は、公務省により計画され、内務省によって実現された。その後、 内務省地理局長に就任した桜井は気象観測網の整備を進めるが、明治政府には国営で整備する余裕はなかった。このため、桜井は府県に速攻所の創設を働きかけ、明治12年1月1日、広島県が広島速攻所を設置して気象観測を開始したのを皮切りに、全国に速攻所が設置され、気象観測網が整備されていった。 明治20年度には内務省予算の削減のため内務省が設置していた11の速攻所も地方へ移管されている。ちなみに業務重複などによる非効率さや地方財政状況による観測点維持の懸念などから1939年11月1日全国の気象勘所は国営化されている。明治9年の不検討配合の原案作成をしていた。 内務卿大久保利道は内務省交換で、田島出身の桜井務に、豊岡県と鳥取県の合併について意見を求めた。桜井は歴史的背景からは最も難であるが、田島と稲葉の間は山が険しく往来が不便であるため、鳥取県は島根県、豊岡県は鹿間県と合併させる方が適切であると進言した。 物産が豊かな鹿間県を当時基盤の弱かった兵庫県と合併させることを考えていた大久保利道はこれに豊岡県を加えると大きくなりすぎるため難色を示したこのため豊岡県を二分にし丹後及び丹波の天田郡を京都府田島及び丹波の表情郡、滝郡を兵庫県に編入することを再提案したこの意見が取り入れられ 現在の京都府と兵庫県が誕生し、一時期鳥取県は島根県と合併9月12日再配置することになったと言われている。ありがとうございます。